ロシア語、ロシア語、ロシア語は、インドヨーロッパ語族のスラブ語派東スラブ語群に属する言語、ロゴとも略される。ロシア連邦の公用語、ロシア連邦の国語表記には、キリル文字を使用する。近縁の言語にウクライナ語とベラルーシ語がある。ロシア語は、ヨーロッパで最も母語話者が多い言語であり、母語話者数では、世界で8番目に多く、 第二言語の話者数も含めると世界で四番目に多い。国際連合においては、英語、フランス語、中国語、スペイン語、アラビア語と並ぶ六つの公用語の一つである。ロシア語の起源については、諸説あるが、東、スラブ人が使っていた、古東スラブ語、十世紀から十五世紀から発展したという説が最もよく知られている。十三世紀に、 キエフ大公国が崩壊した後、ルーシの地はモンゴル帝国に支配、タタールの首引きされており、現代ロシア語にも財政や金融に関わる単語を中心に、タタール語などのトュルク諸語やモンゴル語の影響が残っている。その後、北東、ルーシの辺境、現在のヨーロッパロシアでモスクワ大公国が成立し、この国の公用語がロシア語として独自に発展していった。 ロシア帝国の時代には1708年にピョートル一世によってアルファベットが単純化されたのを皮切りにロシア語の改革が盛んとなった。18世紀後半にはミハイル・ロマノーソフが初めてロシア語の文法書を表し標準語の形成に大きく寄与した。19世紀初頭にはアレクサンドル・プーシキンによって近代的な文語が確立した。また、宮帝は 西欧諸国を模範として近代化を進めたことから、大量の専門語彙がオランダ語、フランス語、ドイツ語などから取り入れられた。その一方で、当時の上流階級はフランス語を日常的に使用しており、19世紀の小説、レフ・トルストイの戦争と平和などはフランス語を交えて書かれた作品が多い。ソビエト連邦ではロシア語が事実上の公用語で、 あったが、公式には、公用語は存在しなかった。レーニンが、オーストロマルキシズムやカウツキーの影響のもと、1914年の、論文、強制的な国家語は必要かにおいて、国家語の制定を批判した。また、自身も、少数民族グルジア人の出自を持つスターリンも、民族問題の専門家として、民族語省励政策を採用した結果、ソ連は、ロシア語を、 その崩壊に至るまで正式な公用語の地位につけることはついになかった。ちなみに、オットーバウアーから借用した形式は民族的、内容は社会主義的な文化の建設というスターリンのテーゼは、まず言語問題にまつわる1925年の演説、母語による教育において現れた。それゆえ、ロシア語が公的に国家語化したのはロシア連邦成立語である。 1918年には、アレクセイ・シャフマトフが準備していた、アルファベット改革案が、ボリシェビキによって、実行に移され、現在のロシア語の聖書法が成立した。ただし、はこの時点でまだ正式なアルファベットとして認められて、おらず、正式に組み入れられたのは、1942年の、ことである。なお、1964年にもソ連、科学アカデミーによって、 聖書法の改革案が作られたが、こちらは実施されなかった。1991年末のソ連崩壊で、ソ連を構成していた各共和国はそれぞれ独立し、それまでロシア語との併用という形をとっていた、それぞれの民族語が第一の公用語へと昇格したが、その後の言語状況に関しては様々である。バルト三国と呼ばれる、エストニアラトビアリトアニアでは、 ソ連からの独立移行急速に、各民族語、エストニア語、ラトビア語、リトアニア語が使用される機会が増えている。もちろん、ソ連崩壊後20年ほどしか経過しておらず、また、ロシア系住民が多い地域などではロシア語が今でも使われるが、ソ連時代と比べると、ロシア語はそれほど使われなくなっていると言える。特にこの3カ国が2004年に EU に加盟してからは、 英語やドイツ語がより広く学ばれるようになっている。ただし、ソ連時代後期にロシア語人口がラトビア語人口を逆転するのではないかと言われたラトビアでは、独立回復後に制定した国籍法で国籍取得要件にラトビア語の習得を義務付けたという経緯がある。これによって多くのロシア系住民をロシアへ移住させることに成功したが、 国籍を与えられない残留ロシア人の権利が阻害されているとするロシア政府からの抗議を受け、さらに欧州委員会からもこの言語規定が市民の平等を定める欧州憲法に違反しているという指摘を受けた。2018年4月には教育法が改正され、ロシア系住民が通う学校であっても、小学校は50%以上、中学校は80%、 高校は100%の科目をラトビア語で教育することが義務付けられた。モルドバにおいてはロシア語が国内共通語と法定されてきたが2018年6月に執行が確認された。また、ロシア影響圏からの離脱を模索するウクライナやジョージアでもロシア語ではなくウクライナ語やグルジア語がより広範に使われている。ウクライナでは 西部を中心に従来よりほとんどウクライナ語のみが使用されている地域がある一方で、ウクライナ語とロシア語両方が使われている地域もあり、また東部やクリミア半島ではロシア語の使用者が大勢である地域もあり、地域によっては将来的にもロシア語は当分使われ続けると推定されている。一方で、都市部を中心に伝統的にウクライナ語とロシア語の混交が起こっていたが、 ソ連の崩壊以降、それまでロシア語が優勢であった地域を中心に、ウクライナ語にロシア語の要素が混じった、ツール軸、根欠と呼ばれる、根古言語が広まりを見せている。現在でも、ウクライナ西部を除く、広範囲でロシア語は使用、理解されており、ロシア語をウクライナ語に次ぐ、第二公用語に加える動きもあるなど、今までのロシア語排除の動きから、転換点を迎えようとしている。 ジョージアもまた長年ロシア語による支配を受けてきた国であった。ジョージア政府はロシア語教育を廃止し、ロシア語読みに基づいた国名である日本語のグルジアを英語読みのジョージアに変更することを要請しており、グルジア語名ではサカルトベロ日本政府も承諾している。また、ロシアに多くのジョージア人が住んでいることなどから、ロシア語は今でもよく使われている。 それ以外の地域に関しては、今でもロシア語が幅広く使われ続けている。ベラルーシやカザフスタン、キルギス、ーズベキスタントルクメニスタンなどでは、ヒロシア人でもロシア語しか喋れない人も多く、また多民族が入り混じって生活する中央、アジア諸国では、ロシア語が民族を超えた共通語として使われている。カフカース地域、及びモルドバでも、現地人同士の日常会話には、 現地語が用いられることが増えてきたものの、ロシア語で会話する人々は少なくない。なお、ロシアとの統合に積極的なアレクサンドル・ルカシェンコ大統領の独裁体制が続くベラルーシでは、ベラルーシ語とロシア語が公用語に指定されているが、隣国ウクライナとは逆にロシア語使用が奨励され、本来の民族語であるベラルーシ語が軽視される傾向にある。 ポーランドやブルガリアなど旧共産権諸国では、共産主義体制ではロシア語が広く学習されていたが、民主化後は英語やドイツ語、歴史的にはチェコやハンガリーなど、オーストリア帝国の支配下にあった国も少なくないなど西欧の言語に押されて、ロシア語学習は下火になった。また、バルト三国や東側諸国は、ハンガリードーランやプラハの春などで、 ソ連軍による民主化弾圧などがあったために、かつて第一外国語だったロシア語を使うことも拒んでいる者も,もいる。一方、ウラジーミル・プーチン政権で経済の立て直しに成功したロシアがブリックスと呼ばれる経済成長地域の一つに加わり、天然資源を核にした諸外国との経済関係が再び拡大するとともに、ロシア語の需要は再び高まりつつある。 バルト三国などでもロシア語に対するマイナスイメージもソ連時代を経験していない若い世代を中心に徐々に薄れてきており、ロシア語は英語やドイツ語などとともにビジネスなどで必要な言語と捉える人も増えてきている。また宇宙開発においては国際宇宙ステーションの公用語になるなど英語と並んで必要不可欠な言語の一つとなっている。 ロシア国内では急速な資本主義化や新技術の導入に伴い、今まで存在しなかった概念や用語が大量に導入された。これにロシア語の造語能力が追いつかず、特に英語を中心とした外来語がそのままロシア語に導入される例が多くなっている。事実上独立した地域国際機関18世紀にはすでに北斎文略という書物があり、 大国や高大友の口述による、キリル文字、一部のロシア語の単語、文などの記載も見られる。本格的なロシア語研究が始まるのは、1804年から1811年に、ロシア施設からもたらされた、公文書の翻訳が必要となった幕府の命により、乱母通事の馬場サジューローラが、マサキ藩に遊兵されていたバシー・リー・ゴロブニーンから学んだのが最初。 1960年代までは共産主義を支持する人々を中心にロシア文化への関心は比較的高かったが1970年代以降は共産主義の体調、ブレジネフ体制下でのソ連文化の硬直化などを背景にロシアへの関心は低下した。ソ連崩壊後もロシアとの交流は北海道や日本海側の一部の地域を除くと盛んではなく 経済的なつながりも中国や韓国、アメリカ合衆国より薄い。そのため、日本においてロシア語の重要性は低い。英語や中国語、朝鮮語に比べて語学教材も恵まれておらず、改定も進まない結果、内容がソ連時代のままである教材も少なくない。しかし、海上保安庁では第二外国語として中国語、朝鮮語と並び、ロシア語が学ばれており、 自衛隊でも第二外国語として学ばれているほか、北海道の一部の高校では地理的に近いということもあり、ロシア語の授業が行われている。さらに、稚内や根室、門別や新千歳空港ではロシア語表記の看板が見られるなど、隣国としてのロシアの姿が実感できる。同様に、新潟東港を通じての対路貿易の日本海、側拠点である、 新潟市でも日本語の他英語とロシア語を併記した看板を見ることができる。新潟市ではこれ以外にもロシア語スピーチコンテストを行うなどしている。使用者が多いためか、今でも日本の多くの大学の第2外国語でロシア語を学ぶことができるものの、日本人でロシア語を学ぶ人々は少ない。NHK の語学番組ではテレビでロシア語、ラジオでは毎日ロシア語が放送されている。 ウクライナ東部や南部、クリミア半島も含むではロシア語が広く使われている。ヨーロッパ連合加盟国となったラトビア、エストニア、リトアニアなどの旧ソ連諸国でも公用語にこそなっていないもののロシア系住民を中心に広く使われているが EU の公用語には加わっていない。2018年にはロシアに対する反感や地位低下を背景にウクライナ、ラトビア、モルドバ、 そして、カザフスタンでロシア語離れの動きがあるとも報じられている。1999年のデータではイスラエルへの旧ソ連からの移民は75万人に上り、ロシア語のテレビラジオ放送局もある。イスラエルの公用語はヘブライ語、アラビア語だけだが公用語ではない英語に並び移民の影響でロシア語も広く使われている。ロシア語では 以下の三十三個のキリル文字が用いられている。主語がない無人証文がある。無人証文では意味上の主語は予覚で表される。不定人証文では動詞は三人称複数となる。不変人証文では動詞は二人称単数となる。名詞は男性、中性、女性の三つの性に分かれている。ロシア語の名詞は例外はあるものの総じて男性名詞。 単数はシーン、で、女性名詞はで、中性名詞はで終わる。そのため、名詞の性の判別が比較的容易である。これに加えて名詞は、言葉の意味によって、人や動物を表す活動体とそれ以外のものを表す不活動体に分けられる。数は、複数形の場合、男性及び女性名詞は、語尾の項、なんで、マイナスと体で終わり、 中性名詞派とで終わる。歴史的には、他にハサミやズボンなど、二つ一組のものに用いられる、組数、総数があったが、現在は、数詞との結合の中にその痕跡を残すのみである。名詞の格は主格、生格、予格、体格、作り格、全知格の六種類である。一部には、五角、霊、神よ、ところ格、物主格。 分離格が残る。格変化は語尾によって表され、性、数、体位に合わせて変化を見せる。例外的に語尾が変化しない名詞もあるが、ほとんどは語順で格を示す必要がないため、語順は比較的自由に変えられる。他にも大きな特徴として出没母音がある。これは語形変化に合わせて出現あるいは消滅する母音であり、 主にが用いられる。例えば、ピロ式を複数型にすると最後のが消滅してになる。数字とそれに関連する名詞は特殊な変化を見せる。1は単数四角だが、2から4は単数正格、5以上が複数正格をとる。2から4の単数正格は古い総数形の名残である。継承としてのは、文中デモのように大文字で書き始めることがある。 なお、ロシア語では、ほとんどの動詞が語尾から認証と数がわかるので、特に必要がなければ主格認証代名詞は省略できる、例、私は本を読む。動詞は一回限りの動作や、その開始と終了が、はっきりと意識できる、ひとまとまりの動作など、日本語で言えば、食べてしまう、読み切るのようなを表す完了体、と、進行、継続、反復する動作。 または動作そのものなど、食べている、読むのようなを表す、不完了体、未完了体ともの二つの体。そう、言語学参照に分類され、多くの動詞で体になっている。一部には体になる体を持たないものや、完了体でもあり不完了体でもあるものなど、変則的な動詞も存在しているが、いずれにも属さない動詞は存在しない。時生は、単純に過去。 現在、未来の三つだけである。基本的にすべての動詞は過去形と、現在形しか持たない、唯一の例外は、英語の B 動詞に当たるであって、過去形、現在形、未来形の三形態を持つ。現在形は、主語の認証、数により、過去形は性、数によって変化する。未来型は、完了体と不完了体で、表現の方法が異なり、完了体の場合は、 その現在形がそのまま意味上の未来を表すのに、対し、不完了体では助動詞の未来型との結合で表される。コピュラ同士であるの現在形は基本的には明示されない。例、私はカモメ。かつては主語の認証と数に一致したが用いられていたが、そのような機能は現在のからはほぼ完全に失われており、現在形が用いられる局面は、 所有を表す場合に限定されると言っても過言ではない。その際には、所有される側が文法的な主語に当たるので、の三人称単数形、例、私には息子がいる、私のもとには息子がいるを用いることになる。所有される側が複数の場合、以前はの三人称複数型に当たるを使用していたが、現在では数に関係なくを使う傾向にあるようで、ある。 さらに、は、存在だけを問題としているので、存在することが前提となっている場合は、不要になる、例、私には小さな息子がいる息子の有無についてではなく、それが、どのような息子なのかが問題となっている。なお、否定の表現、が、ない、がいないはを使い、存在を否定する名詞を、生格に変える、例、私に息子はいない。このはの音瓶形であり、はい、 いいえのとは別物である。動詞が変化したものとして、形動詞、西欧語の分子のように形容詞の働きをするや、副動詞、副詞の働きがある。動詞と呼ばれる一群の動詞、語尾に再起代名詞がつくはフランス語などの再起動詞と同様に用いられ、また、相互の動作や受動表現にも用いられる。形容詞は、名詞と同様に、正、数、 格によって変化し、限定的用法、名詞につく場合はそれらが一致する。呪述的用法では語尾が短い単語尾形も用いられる。形容詞の格変化の基本型は以下の通りである。なお、ロシア人の形容詞型の性、チャイコフスキー、トルストイなども同じ格変化になる。アラスカがロシアの領土であった時代に村に定住して、 現地の民族と融合したロシア人は1867年のアラスカ購入以降ロシアとの接触が減少し標準語のロシア語から完全に隔離された状態で約100年にわたって独自の発達を遂げてきたシベリアの方言、英語、エスキモー書語、アサバスカ諸語の単語が混ざり中性名詞が消えていて女性名詞もかなり少なくなっている2013年現在 ニニルチク村では、英語が使われていて、ロシア語を覚えている住人はわずか20人であり、全員が75歳以上となっている。以下に日本語からのキリル文字表記を示す。母音の後に続く、いわではなくを用いる。例えばはではなくである。ないは、ロシア語での本来の意味である。ロシア語から日本語に入った単語は、18世紀以降の両国間の接触によって、 ロシアの文物が日本に紹介されたものと、1917年のロシア革命とその後のソビート体制の成立によって、社会主義、共産主義思想とともに、日本に導入されたものの二種類が多い。前者は日常生活の中で使用されている例があるが、いくらなど、後者はむしろ、ソ連ロシア社会の特定の組織や現象を指す、固有名詞として捉えられるものが多い。コルホーズ。 ペレストロイカなど。ただし、後者にも、ロシアから離れ、日本社会の事象を説明するときに使われる用語も、ある、コンビナート、ノルマなど。文字は、古くから入った、外来語の場合、ワウィウエイと転写し、比較的新しいものは、ビブベボと転写する。ただし、女性の生末尾のマイナスは現在でも、ワと転写する慣用が残っている。例、マリア・シャラポは、 日本語からロシア語への単語移入は日本文化の文物がロシアで紹介された時に単語が使われる場合が多く技術用語や学術用語では例が少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。